ソニーでは研究プロジェクトとして車の位置情報や走行状態に合わせて音楽をリアルタイムにリミックスする技術を開発しています。この技術によって車から見える風景と音楽が連動するという体験が作れるんです。重ねる中でこの音楽体験がドライブシーンに新たな価値をもたらす可能性を感じていました。当時は車に設置したスマートフォンのセンサーを利用していたのですが、スマートフォンがあればいろいろな人が体験できる一方で取得できるデータには制約がありました。アフィーラは車内外に数多くのセンサーを搭載しています。これらのセンサーは主に安全運転のサポートや自動運転を実現させるために利用されるものですが、リアルタイムに変化し続ける周辺環境や走行状態などを捉え続けるセンシングデータを我々とは違った目線で見ていただける方々と競争することによって、モビリティならではの創造的な体験が作れないだろうかと考えていました。そんな時、ソニーの清水さんたちがやっているデモを見て、これは面白いコラボレーションができるのではないかと思いました。アフィーラのセンシングデータを使うことで移動しているからこそ享受できるライブ体験をユーザーに楽しんでいただけるのではないかと考えたのです。まずはセンシングデータを見ていただくところから検討を始めました。周りの車両の位置や速度、信号やレーン、停線の位置、歩行者などあらゆるデータが高精度かつリアルタイムに取得できることに驚きました。これだけ情報があればいろいろなアイデアが考えられます。歩行者や車両の種類、それぞれのアフィーラからの位置関係などに応じて音楽を変化させたり、アフィーラの速度に応じて音楽を変化させたり、センシングデータを利用してどのようにドライブ体験と同期する音楽が生成できるかを模索しています。移動によって変わる周辺環境やユーザーの状態に応じてアフィーラが一期一会の体験を生み出していくような仕掛けを作っていけたらと思っています。将来的には生成 AI 技術を活用したアプローチも検討してみたいと思っています。モビリティと人の関係を音楽の軸から大きく変えていくような新しい体験を目指したいですね。